本当に疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。恋は恋。